さんこんばんは。全国外国人雇用協会留学生就職学院の郷田千佳です。ただいまから第62回有力企業就職ライブ大阪編をお届けさせていただきます。この有力企業就職ライブは毎週日曜日の夜に配信させていただいています。毎回3社から6社の求人企業の情報を皆さんにご案内して、その中で受けたいものがある方はご応募いただいて面接を受けていただくということになります。でこの、大阪編でお届けしていますのは、私ども留学生就職学院の大阪店の方に各社の社長さんがお越しくださる、そういう案件をピックアップしています。ですので大阪に近い方ですね、大阪店までお越しいただける方はぜひ、ご確認をいただいて面接を受けに来てください。で、留学生就職学院では各社の社長さんが、私どもの方にお越しくださいますので、皆さんも、こちらに来ていただいて、直接ね面接を受けていただくというスタイルをとっています。オンライン面接ではありませんので、大阪店、あるいは名古屋店、あるいは東京の本店の方にぜひお越しください。で、いずれの場所も遠い方につきましては、個別のオンラインも、ご検討させていただきますので、動画の最後、連絡先ご確認の上、ご相談ください。それではね、今日の第1社目、ご案内させていただきます。こちらは介護のお仕事です。介護はね、外国の方、活躍している業界ですから考えている方も多いと思います。ぜひね、応募して面接受けてください。こちらは、大阪府貝塚市にありますね。大阪駅から51分のところ、西木の浜という駅が最寄り駅になります。介護業務全般ね、食事や入浴のお手伝いという、業務に携わっていただきます。今ね、資格がいろいろあると思いますけども、そういうものは、現時点で持ってなくても大丈夫です。応募できますのでね、安心して応募してください。その後ね、どんどんスキルアップしていただくということになります。面接は明日ですね、1月1日月曜日2時ですので、やってみたい方はぜひね、すぐ今すぐご応募ください。はい、2人募集ですね。8時半から5時半、あるいは9時から18時の勤務、18万5000円から21万5000円ですからね。この普通の時間帯の勤務で、介護職だと、結構ね、いい方だと思いますよ、条件ね。はい、ぜひね、やってみてください。2社目、飲食のお仕事です。飲食ね、コロナのせいで随分、長い間営業できなくて皆さんお困りでしたけども、今営業も再開できるようになって人の募集もだいぶ増えてきました。ですから飲食考えてる方すごいチャンス多いですからね、どんどん受けてみてください。こちらはですね、おうどん屋さんですね、麺類を出しているところです。場所は大阪市ですね、最寄り駅難波ですからとても便利ですね。皆さん知ってる難波駅、ですね、ここにあります。で、セルフサービスのうどん店ですね。でお食事の提供を行います。で、11月24日にオープンですからね、とても綺麗なお店、ね、まっさらのお店です。で、オープンするまでは別店舗で研修ということになります。面接は11月2日火曜日の4時ですから、あさってですね。飲食考えている方ぜひね、やってみてください。2人募集です。シフト制、25万スタート、とてもいいですね。高いですね。ぜひやってみてくださいね。はい、3社目 IT のお仕事ですね。IT 勉強されている方、 IT のね、募集あるようでない、なかなか、そんなに多くないですよ IT の募集。コロナのせいでね、増えたかと思ったらちょっと減ったみたいですね。すごくできる人の求人っていうのはあるんですけど、勉強して、あんまりまだ経験がない人の、求人はすごく少ないですから、勉強して IT の仕事探してる方はとにかく IT の、ね、募集があればあんまり考えずにね、ここどうかな、できるかなとか考えずにどんどんね、受けた方がいいと思いますよ。面接はね、誰でもチャンスありますからね、やってみてください。はい、ここは大阪市内にありますね、最寄り駅本町駅です。本町は、梅田と難波の間にあるとてもね、便利なオフィス街ですね。会社がいっぱいあるところ。新大阪からの時間書いてますけど11分、まあ梅田も難波もどこも近い、とても便利なところですね。でシステムコンサルティングとかね、やっている会社です。だからコンサルティングのお仕事もあります。もちろん設計開発、
それから導入の後の補修というところまで全部ね、ありますので、それらに携わることになります。で、自社サービスの企画開発のほか、クラウドサービス、あるいはスマートフォンアプリの販売などもやってるのでね、すごく手広くやってる会社ですね。面接は11月5日金曜日2時です。ここも25万スタート。 IT で25万っていうと、まあ、そんなにむちゃくちゃ高い方じゃないですよね。できる方は本当すぐ50万ぐらい IT だともらえますので、自信がある方はどんどんアピールしてください。まあ、初めてな方もね、25万スタートですから、そんなにすごいスキルが必要ということではないと思いますので、ぜひねやってみてください。はい、4社目、こちらは調理と介助って書いてありますけど、カフェですね。カフェなんですけども、ここはですね、障害者の方、少しハンディキャップのある方が、働いている、カフェなので、そういった方々の支援も含めてやっていただくことになります。場所は大阪市内鶴橋駅ですね。難波から5分だけ、難波から日本橋を越えてちょっと行ったところですからね。ここもすごく便利な場所ですね。そしておしゃれなカフェなんですよ。でここで、いろんなね、障害を持ってるとか体調がちょっとね優れないから、普通に正社員として働くのが難しい方々ですね。そういう方が、カフェで勤務をしながら社会復帰していくということになりますね。でランチタイムはこのお店の営業があります。夜はないみたいですね。お弁当とか焼き菓子も作りますので、そういう製造と販売、それから今はねデリバリーもありますので、こういったことに携わっていただきます。でここの会社は保育園の運営もされているので、もしね保育園使いたい人がいれば、お子さんがいる方は1日500円で利用ができるそうですよ。はい、面接は来週月曜日ですね。11月8日月曜日2時ですから、ぜひね、チャレンジしてみてください。1人から2人募集です。普通の勤務、お給料まあまあ普通のね値段ですね。お子さんいる方は働きやすいんじゃないかなと思いますね。保育所もありますし、はい、ぜひ考えてみてください。今日は以上ね4社ご案内させていただきました。この中で受けたいものがあったなという方は、まずチャンネル登録をお願いします。その上で、メールまたはお電話で、受けたい会社を教えてください。で、最初にも言いましたけどね、面接はオンラインではありませんのでね、ぜひ大阪店の方に行ってみてください。で面接予定日今ご案内しましたけども、社長さん方お忙しいので急に変更になる場合もあります。ご予約いただいた後、当日家を出る前に、ぜひ変更ないかご確認をお願いします。それでもっと他にね、案件ないのって、もっと他の仕事知りたいという方はぜひねリアルイベントの方にお越しください。で本店は土日祝もずっと、開催しています。ただ大阪店の方に行かれる方ね、あるいは名古屋店に行かれる方は、土日祝はやってないのでご注意ください。月水金の11時、それから火木の1時となります。でリアルイベントでは毎回20社から30社の、お仕事をご案内しています。今はもっと増えてね36社ぐらい、毎回ご案内させてもらってますので、ぜひね時間を見つけて、リアルイベント足を運んでみてください。はい、今ご案内しました大阪店の方は JR 新大阪駅東口を出てすぐのところにあります。で名古屋が近いよという方は名古屋店に行っていただいても結構です。 JR 名古屋駅大光口を出て徒歩5分のところです。あるいは東京までね来れるという方はぜひ東京にお越しください。東京はたくさんの会社の社長さんお越しくださいます。JR 神田駅から徒歩5分のところにあります。ぜひね、リアルイベント、あるいは今見ていただいた、4社の中の受けたいものがあれば受けに来てください。お申し込みを忘れずにお願いします。では皆さんのねお申し込みお待ちしています。また来週お会いしましょう。さよなら。